さんこんにちは。うぷ主です。今から、山陽新幹線の相生駅について紹介していきたいと思います。相生駅には3つの路線が乗り入れています。それが、山陽新幹線と山陽本線と阿光線です。これから、山陽新幹線のホームに行ってみたいと思います。早速、新幹線ホームに到着しました。見ての通り、幅が広いホームですが、はい、残念ながら全ての望みは通過してしまいます。とはいうものの、およそ1時間に2本しか止まりません。でも、乗客があまり多くないので、隣には姫路駅や岡山駅があるので、そんなに不便でもないのかもしれません。ちなみに望みだけではなく、九州新幹線の瑞穂も通過してしまいます。寒い中で通過する新幹線の近くにいると本当に寒くなります。やはり待合室にいる意味はありますよね。今日は相生駅ホーム上には、いませんね。ここは反対側の新大阪方面のホームにやってきました。新幹線の乗客があまりいないので、駅の経営とか大丈夫なのかと個人的には心配しています。15分ぐらいの間隔で新幹線ホームから貨物列車の通過する様子や音がはっきりとわかるので頻度が信じられない山陽本線ですね。相生駅の山陽本線は新幹線開業まで貨物列車を取り扱っていたそうです。ここが新幹線ホームにつながる階段ですが、見ての通りなんだか古そうですね。新幹線コンコースを見ていくことにしましょう。ここに何やらお祭りに使われてたかのような大きい船が置いてあることに不思議に思ったのですが、的には特に変わったようなものはないような気がしました。しかし、相生駅は変わった改札口になっていることに気づきました。新幹線改札口がなく、在来線改札口を通らないと新幹線ホームにたどり着けなくなっているのです。乗り換えの乗客はいますが、圧倒的に相生駅から新幹線に乗車する人が少ないというのが実情じゃないでしょうか。でも望みの他に在来線のスーパーハクトですら通過してしまうので、ある意味仕方がないのではないかと思いました。うぷ主はそんな新幹線がたくさん通過する相生駅が本当に大好きなんで、むしろこういう駅があった方がいいと思います。今回は在来線の普通列車姫路行きに乗って相生駅を後にしていきたいと思います。動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。